平成28年10月16日、国土交通省の石井啓一大臣が、阿蘇市一宮町宮地の門前町商店街を訪れて、10月8日未明に起きた阿蘇中岳第一火口の爆発的噴火による降灰状況を視察しました。石井大臣は、佐藤阿蘇市長から、中岳火口が爆発的噴火をし、一宮町を中心に多量の火山灰が降り、農作物などに1億円を超える被害が出ていることなどの説明を受けました。また、門前町商店街では、市民が国立阿蘇青少年交流の家の近くで拾ってきた噴石を手に持ってみたり、商店街の店主からは、噴火による風評被害をなくすようにとの要望がありました。この後、石井大臣は熊本地震で大きな被害を受けた阿蘇神社を訪れて、池浦権禰宜の案内で国宝に指定されている倒壊した楼門やその奥の神殿などを見て回り、阿蘇神社の被害状況を確認していました。視察の後、石井大臣は記者会見の中で、熊本地震から半年が経ったが、これからも政府一丸となって被災者の生活再建、また被災地の復興に全力で取り組んでいきたいと述べ、また10月8日の噴火については次のように語りました。改めて阿蘇市に来させていただいて、思ったよりその噴火の被害というのはですね、早期にやっぱり解消しつつあるなというふうに思いましたし、その後の一応その噴火のもうだいぶ収まってきていますから、正確な情報を積極的に発信をしてですね、風評被害をなるべく収めるようにですね、我々としても努力をしていきたいと思っています。